浅井長政、義を重んじ魔王信長に挑んだ戦国大名です。長政がもし義を軽んじる大名だったら、悲劇的な最後を迎えずに済んだかもしれません。1545年、長政は近江で、現在の滋賀県、浅井久政の嫡男として生まれます。父上かっけえ、僕もいつか父上のようになりたい。浅井家は当時六角氏の支配下にありました。長政も人質として不遇の日々を過ごします。うろちょろするな、ガシ。はい。久政は六角氏との外交に力を入れ、どうにか北近江を維持していました。家臣の中には久政の弱腰な政策に批判的なものも少なくありませんでした。殿はなぜ六角などにヘコヘコしている。六角など敵ではないのに。六角氏は浅井家との上下関係をはっきりさせるため、六角氏当主六角義隆の一字を取って、浅井家の嫡男長政に高政と名乗らせます。今日からお前は高政だ。はい。あとな、お前の結婚相手ももう決まってるから、浅井が六角の下にいることを忘れるなよ。さらに六角氏家臣の娘との結婚を強制します。1560年、長政は行動を起こします。六角氏への離反。浅井家の家臣もこの動きに同調、久政を隠居させ長政を当主に担ぎ上げます。浅井家の当主はあなたこそがふさわしい。六角など敵ではない。ようやった。浅井家はここからだ、ここからだ。そんな中、織田家が浅井家に対して同盟を提案してきます。条件自体は浅井家に有利なものでした。しかし長政には気がかりなことがありました。気がかりとは、盟友朝倉義景と信長が不仲だったこと。あん？あん？確かに信長は危険な男。しかしだからこそこの同盟には意味があるはずだ。長政は朝倉への不戦の誓いを立てることで織田家との同盟を受け入れます。1567年、長政は信長の妹お市の方と結婚。政略結婚ではありましたが、夫婦仲は良好でした。寒くはないか。あ、はい。ぽ。事件が起きたのは結婚から3年後のこと。1570年、信長は朝倉への不戦の誓いを破り、家康と共に朝倉家に侵攻。やっぱ裏切りやがった。長政は織田信長と朝倉義景との間で板挟みとなります。どちらの同盟を重視すべきか迷った末に、長政は朝倉義景との同盟関係を選びます。一緒にあの大うつけを退治しようぞ。はい。義はこちらにある。この時の長政の選択は彼自身の命運、そして日本の命運をも左右することになります。長政は織田徳川連合軍を後方から吸収、朝倉家の窮地を救います。兄上、ご覚悟ください。信長をあと一歩のところまで追い詰めますが、織田軍の秀吉や光秀らの働きもあり、逃がしてしまいます。金ヶ崎の軒口。おー、ここで信長を逃がしたのは痛い。ち。裏切りの報復とばかりに、織田徳川連合軍は今度は浅井家へと侵攻。ゴー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 。近江の国姉川で衝突します。姉川の戦い。姉川が血で赤く染まるほど
激しい戦いとなりました。長政は織田軍を退けることに成功しますが、浅井家の被害は甚大でした。浅井家にはもう戦う力は残されていませんでした。さて、そろそろ出るとするかね。浅井家を窮地から救ったのは武田信玄でした。将軍足利義昭の要請に応える形で武田信玄が動き出します。長政様、ついに信玄が進軍を開始しました。よし。甲斐の虎武田信玄の力は凄まじく、遠江で織田徳川連合軍を撃破、三方ヶ原の戦い。はい、私の勝ち。さらに家康領の野田城を陥落させます。一、どうにかなるかもしれない。これで兄上が止まってくれれば。長政様。しかし1573年、武田信玄急死。信玄が消えたことで武田軍は甲斐に退却。このことにより信長包囲網は崩壊。にやり。信長は朝倉家浅井家への侵攻を再開します。姉川の戦いで消耗していた浅井家は朝倉家に救援を依頼。朝倉に文を出せ、今すぐに。しかし朝倉家は信長によって滅ぼされてしまいます。もはや長政に勝ち目はありませんでした。浅井家の拠点小谷城は織田軍に囲まれます。信長は何度も使者を送り降伏勧告をしますが、長政殿、折れてはくれんか。このままでは。長政はこれを拒否。最終勧告は決裂します。城を落とせ。しかし中にはお市様もいます。落とせ。もはやここまで。私は腹を切る。すまない、一。長政様、私もご一緒します。一は、生きてくれ。子供たちと一緒に、生きてくれ。はい。1573年、一と子供たちを逃がした後、長政は自らの手で、その生涯の幕を下ろします。享年29歳。小谷城から脱出した一と子供たちは信長の下で手厚く保護されます。一とその子供たちの物語はまた別の機会に紹介します。浅井長政、彼は義を重んじ魔王信長に挑みました。もし長政が朝倉ではなく信長を選んでいたら、彼の運命は大きく違っていたかもしれません。今日の名言。今日もまた山里に花を求めて入ってしまうのだろう。一夜を過ごす宿はないとしても。次回、悲劇の姫、お市の方の生涯、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。